エブゲーニー・ザミアーチンエブゲーニー・イワーノビチ・ザミアーチンは、ロシアの作家。ソ連文学界は、文学史からも、彼と代表作、我らの存在を、忌むべき、ニン批判の、反革命作家、小説として、完全に抹殺していたが、ペレストロイカ以降、再評価されるようになった。田ンボ府県、レベジャーニに生まれ、孤独のうちに書物のみを友として育つ。 1902年にペテルブルク理工科大学に学ぶが夏になると造船所で働いたり中近東諸国へ旅行した。在学中から革命運動に参加し12月に逮捕、流刑の生活を送るがこっそりと大学に戻り1908年に大学を卒業して造船技師となった。1912年、ある地方の物語、続いて地方の果てでを発表して、 ネオリアリズム派の作家として注目を集める。1915年には造船技師として再表船アレクサンドル・ネフスキー号建造の監督のためイギリスに派遣され設計から完成まで関わった。1917年9月に帰国しその体験をもとにイギリス紳士の偽善を暴いた中編小説島の人々を発表する。 10月革命後の1918年、文学活動家同盟や世界文学、出版所活動にゴーリキーと共に参加した。1920年、全路作家同盟ペトログラード支部を組織するために力を尽くし執行委員となった。1917年から1920年代の半ばまでザミアーチンは、ロシア分団の中心の一人だった。ゴーリキーの秘護のもとに結成された。 作家グループセラピオン兄弟がザミアーチンの強い感化を受けたのもこの頃である。しかし、その中で共産主義の前途に憂うべき兆候があるのを感じ始めた。個人の自由を奪い計画化を推し進めていった先がどうなるかに心を煩わせた。そしてザミアーチンは1918年ボリシェビズムだけを唯一の真理と認めることを拒否し、完了化しつつある。 ソビエト体制を批判する短編、竜を、社会革命党左派イコール左派、SL の新聞に発表した。竜は、ちっぽけな人間が、制服の中に隠れ、銃を持った竜になるという内容で、チェイカーを暗誘した作品である。1920年から翌年にかけて、ザミャーチンはディストピア小説、我らを執筆した。それまでに彼は、竜以外に、 ソビエト初期社会主義時代の閉塞された状況を描く他のいくつかの SF 短編ママイ洞窟も発表した。我らの観光は1924年に英訳がロシア語版より先にニューヨークで出版され、1927年にチェコの亡命ロシア人雑誌でロシア語原文が発表された。1922年後半、レーニは 数万人のこのマからざる反体制八式人に反ソビエトというレッテルを貼り付け逮捕し国外に追放した。ザミアーチンも逮捕、投獄されたが友人の援助で釈放された。釈放後出国を申請したが拒否された。その頃から文学におけるプロレタリア派の革命的リアリズム主張が強化されザミアーチンだけでなく ゴーリキー等が激しい攻撃にさらされた。非共産党員作家への論難は厳しくなり、ついには同盟者か敵か、我らか敵かという形で反対派に圧力が加えられるようになりった。1929年にはその作家たちへの粛清が始まった。ザムアーチンはそれに完全と抗議し、作家同盟を脱退した。この年、トローツキーが国外追放され、 ブハーリン、ルイコフは、統制事局から追放された。1931年、あらゆる出版活動を禁じられた47歳のザミアーチンは、ゴーリキーの仲介によって、スターリンに手紙を書き、妻と共に、国外へ一時的に出る許可を求め、その結果、1年間の許可を得て、ソ連を離れた。翌年、パリに移り住むが、生活は、 恵まれず、映画のシナリオの共同執筆や歴史小説に力を注いだが、心臓病のためパリで1937年に隠しした、ティエのティエ墓地に埋葬されている。ありがとうございます。